カードを使います。一番上のカードは、ハートのジャックです。このハートのジャックを繰り返してネックの好きなところに入れてください。そして数回カットします。そしてスプレッドすると、先ほど選んでもらったハートのジャックが出てきます。ここからカードを5枚使います。そしてこの5枚のカードとチップを使います。好きなチップを好きなカードの上に置いてください。残りのカードは使いません。そして、これが、予言です。選んでもらったカードはスペードの10と緑の10です。予言を上げてみてください。他のカードはチップは他の色です。